アドナ・ロマンザ・チャーフィー・ジュニアは、アメリカ合衆国の軍人、アメリカ陸軍における気候戦力の発展に尽力し、気候部隊の父と呼ばれた。アドナ・チャーフィー・ジュニアは、アドナ・ロマンザ・チャーフィー・シニア中将の息子として、カンザス州、ジャンクションシティで1884年9月23日に生まれた。彼は1906年に、騎兵中尉に任官し、 陸軍で最も優秀な騎手としての名声を得た。第一次世界大戦が勃発すると彼は、不評勝者として、第砲軍団に所属し、サンミヘルの戦いに参加した。その後大佐に昇進し、第3軍団に所属し、ムーズアルゴンルの戦いに参加した。戦後彼は、平時軍の騎兵隊員に戻り、フォートレベンワースの参謀学校及び、陸軍学校の教官となる。 1920年代に彼は将来の気候戦力構想の開発を支援した。彼は1927年に機械化された軍隊が次の戦争を支配すると予言し、アメリカ陸軍における最初の気候部隊の開発プログラムを支援した。1931年には第一機兵士団に配属され気候部隊の開発と実験を継続した。そのことにより彼は アメリカ軍における飛行船の主要な提唱者となった。1938年に彼は再編成された第7機構機兵連隊の指揮官に就任する。チャーフィーは戦艦機において戦車部隊の設立と適切な装備を勝ち取るため反対勢力と戦った。第2次世界大戦が勃発し、1940年6月にフランス軍が崩壊したことで、 チャーフィーが1927年に予測した近代戦における飛行部隊の重要性は確認された。チャーフィーは1941年8月22日にガンのためマサチューセッツ州ボストンで死去した。ありがとうございます。